漂う街の匂い、ねえそっちも追われてるよね。西から回復するぜ。朝は苦手な君だからね、毎日ちゃんと起きられてるかい。そんなこと未だに心配してるよ。なあ君、これが究極獣ってやつなのか？なら直接こいつに聞いてやるさ。おお、何なんだあいつら。あそこに降りる気か。行ってみましょう。おう。で、行くの？ダーボ、来るな！放っておこう。僕らを襲う気配はない。他の生物を、島の口寄せ獣を。ダメです、制御できません。この子、封印だ。早く封印を。うわあ、炎か、なんとか止めろ。食うだけ食って眠りに入ったのか。サナギになって生体になるのを待ってる。じゃあ君は。アオバ、ガイさん、無事だったんですね。そんなことより、ここは究極の口寄せ獣を生み出そうとした研究施設のようです。そしてその研究成果が。なんだこりゃ。どこの忍びかまでは分かりませんが、究極の口寄せ獣を求め研究を続けた結果、自ら他の獣を取り込み
己の能力にしてしまう究極獣を生み出したようです。何、こいつ生きてんの？おそらく。しかも研究員たちまで飲み込み、さらに進化しようとしている。な、あいつら、なんだ、生まれるのか。セジュですか。俺には食い死なかったでかい化け物にしか見えねえ。どうする、誰か契約してみるか。そんな雰囲気じゃありませんよ。くっ、はあ、とおっ、くそっ、クモの糸だと。さっきの雲の能力を取り込んだんです。飢餓か飢えだ、食っても食っても満たされない思い、全てを食い尽くそうという欲求しかない。口寄せ獣としては失敗作ってことか。だが対忍び用に特別に作られている。油断するな。木遁、ヤマト隊長、さすが。吸い取られた。対忍び用というのはこういうことか。なら千人モードでぶっ飛ばしてやるってばよ。ナルトの千人モードは自然エネルギーの吸収に時間がかかる。カバーしましょう。八門特攻大愚者門カイ。いける。現実を使うのか。ガイさん、しっかり。深くを取った。ナルト、現実だ。あんなのが現実使うなんて思わねえってばよ。ライトンだって忍術も使うんだ。どんな手の内を隠し持ってるかわからないと。溶岩だ、さっきのあの入り口の。なるほど、あそこへ叩き落とせばひとたまりもあるまい。木遁、木上へ。ナルトは千人モード。よっしゃー、行くぞー。うおー、この葉強力戦法取れ。どうだ、やつを野放しにしたら。どういうことだってばよ。
食われた仲間の敵討ちか。あ、危ない、下がって。青葉さん、なぜ止めないんです。